バンジェイ・コブソンバンジェイ・コブソンはアメリカの計算機科学者で TCPIP ネットワークの性能向上と規模拡大への貢献で知られている。今日のインターネットの技術的基盤である TCPIP プロトコルスタックの主要な貢献者の一人。TCPIP のフロー制御アルゴリズムの再設計を行い。 服装にうまく対処できるようになったことで1980年代末から1990年代はじめにかけてのインターネットが崩壊を免れたと言われている。また、RFC1144 コンレッシング TCPIP ヘダース放浪スピードシリアルリンクスで記述されている TCPIP ヘッダー圧縮プロトコルの設計でも知られており、それを VJ 圧縮とも呼ぶ。 さらにトレイスルート、トップダンプ、パスチャーといった広く使われているネットワーク診断ツールも開発した。IP マルチキャストの実験的バックボーンである、N、ボネの開発ではリーダーを務め、ビデオ会議ツールビッグ、音声会議ツールバット、ホワイトボードツールウェーバーといったマルチメディアツール群の開発も指揮した。その功績により2001年には悪無シーゲカム賞。 2003年には IEEE、e、小林工事コンピューターコミュニケーション賞を受賞し、2006年には全米技術アカデミー会員に選ばれた。2006年1月、Linux、CANF、AU にて新たなネットワーク性能向上のアイデアネットワーク、チャンネル図を披露した。2006年8月、パロアルト研究所のリサーチフェローとなった。また、 隣接するゼロックスの複合施設にあるパケットデザインの主任科学者を務めている。それ以前はシスコシステムズで主任科学者を務め、ローレンス・バークレー国立研究所ではネットワーク研究部門のグループリーダーを務めていた。パロアルト研究所では主にコンテント、セントリックネットワーキングについて研究しており、2006年8月の Google Tech Talks でもそれについて、 アイデアを議論していた。2012年、インターネットソサイティによりインターネットの伝道に選ばれた。ありがとうございます。